こんにちは、りょうこばあばです。ここに置いているものは5月の3、4、5に、販売するチャリティーの販売する品物ですけど、だいたいね、5月の1日と2日がちょっと告知みたいな感じで、2日間ねするんですけど、その後にね3、4、5と、販売の日になるんですよね。それで、今回はね、今まではあの編んだものだけをね出品してたんですけども、あの今回はちょっとレジンも勉強しているので、レジンで、作った作品もこうひまひまに作りためていたので、それも販売しようかなと思ってるんですよね。で、今までこう出品したのは、販売してたのは、5、6点ポーチとか、何ですか、編みぐるみとか、とにかくこう編んだもの、ブローチとかをこう4、5点まとめてセットで販売してたんですけども、やっぱりセット内容では、これは欲しいけど、いやこれはいらないなって思われる方もあると思うんですよね。それで今回はあの単品で販売しようかなと思っています。例えばこのネモフィラの、 あのお花のこのブローチにしてるんですけど、これだったらもうこれだけ単品で販売しようかなと思っています。このうさぎのね、レジンのうさぎのキーホルダーですか、これも単品で販売しようかなと思っています。まあ、ここにね、販売するものはうさぎのレジン5個とネモフィラのお花のブローチ、これを3点ですね。3点とあとはレジンの、フクロウのレジンのバックチャームを2点で、このウミガメのねキーホルダーを、10個作ってるんですよね。色をいろいろ、あのブルーだったり、あとはこういう黄色系と、こっちがグリーン系ですか。こんな感じで色もね、いろいろこう色違いでウミガメを10点、それと他ここにはね出してないんですけど、あと今までこう編んでた編みぐるみ系かな、それの、 あのキーホルダーにしてもいいですし、あのストラップにしてもいいですし、今までこう 編んでたものを何点かこれとは別に何点か出品しようかなと思っています。まあね、1個ずつ販売するので数はこう多くなりますけど、まあ1点ずつなので、こうね、あのこれが欲しいと言われる方はね、その1点だけ購入されてもいいですし、こうやっぱり今までみたいにセットで販売するとね、さっきも言いましたように、あのいるものといらないものがありますので、それをねちょっと今回は1点ずつ販売しようかなと思っています。こう早くねこう告知したかったんですけども、あのどれをねこう販売しようかなといろいろこう悩んでたので遅くなったんですけど、もうあと少しですよね。明日が28日ですので、もう告知までにはねあと2、3日しかないので、ちょっと YouTube の方で、大体 あの販売するものをねこう紹介しようかなと思って、今回はあの動画、これをね動画にしました。このレジンのこの袋はピンク系でも色がねこんな感じで、薄いのとちょっと濃いのをこうバックチャームにねつけて仕上げてますね。これね、この、 あのネモフィラのこのブローチなんですけど、これ結構手間がかかって、お花をこう8個のお花をね1つ の、 あのブローチにあのつけてるんですけど、まあ
お花を編んで色付けして、あのワイヤーに冷水筒を全てのね、ワイヤーにつけてるので、全部ワイヤーもこうボンドでくっつけながら巻いて、葉っぱも編んだ後にワイヤー巻いたワイヤーを冷水筒をね、巻いたワイヤーとくっつけて、こう自由にねこう曲げられるように、枝ぶりをねちょっと変えられるように、すべてね冷水筒で、巻いて、お花もこう並べながら巻きながら、で後ろにねピンがつけれるように、あの平らに、後ろの方もつけれるように平らにしないといけないので、こう気使いながらこう作ったので、結構手間がかかりました。これはでももう出来上がったらね可愛いじゃないですか。だからこれをねちょっと今回出品させてもらおうかなと思っています。他にもね手間かかったんですけど、まあそんな言ってもね、皆さん大物を編まれたりされているので、全ての方がねやっぱり手間かかってると思うんですよね。私もこんな感じで、あの好きなね編み物や最近ね楽しく始めているレジンを出品しようかなと思って、今回ねご紹介しました。ではね、他にもね出品するのありますけど、ちょっと今回はここに置いてるのをね説明しながら動画にしてみました。ではまたね告知と販売をしますので、よろしくお願いいたします。今回でね3回目の出品なので、少しは慣れてきたんですけども、間違わないようにねしないといけないので、その点はねちょっと気を使いますけど、まあねチャリティーですので、心よくね私も参加させてもらいました。まあ、私のチャリティーはウクライナの方に寄付をしようと思っています。まあ、3回目ですけど、すべてねウクライナの方に寄付をしているので、今回もウクライナの方に寄付をしようかなと思って、こんな形でチャリティーに参加します。では今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。